久しぶりじゃない。すみません、南アフリカ以来じゃない。2年ぶりです。そんぐらいですか。お久しぶりです。こんな近くで見させてもらったことないです。まだ、あ、でもこの角度から見てみたいです。見てみたいって思う。やばい。ヘッド上げてるだけっすもん。だってシュートの時とかもいつもどっちかっていうとこうやって蹴るじゃん。こうっすね。うん、その延長上でしょ。すくい上げる感じ。そうっす。ほらシュウさんもお願いします。ありがとうございます。すごい。今度はシンジのね、はい、ドリブル、ドリブルシュートみたいな感じですよね。そうっす。シュートまでです。イエス。いや、重心が動かないのが俺クネクネしちゃうんだよね。それもう生まれつきでしょ。シンジこうやってこうなってんの。意識的ではないですか。前から来るときに、はい、その避け方パス食うじゃん。こんなんあんまり、あ、俺そればっかやるんだけど。止めてからか足の裏で止めて、あ、うん、あでも意識するのはこうこっちで食いつかして、あ、こうやってパーみたいな感じで、ね、取られないからね。まだで向こうも眺められたいね、はい、俺の場合やっぱざっくりいっちゃう。本当ですか。こうやって1回で、よく見ます、よく見ます。1回でやっちゃう。これ連続してこう、あ、それができない。絶対できないでしゅんさん。いや、できない。俺その敏捷性ない。内側はやる。こっちが来た時にこうやめて、はい、こう、あの隠しながらこうはやるけど、はいはいはい。